女子女子、いやでも女子ですよ、結構。あ、そう、うざったいんですよ、本当に。スープからっていうハンバーグとか何食ったら、うん、やばいです。なりとも次になったらもうカットでお願いしますね。じゃあお互いのこいつここがすごい、まあもうちょっと言ってるかもしれんけど改めて教えてください。まあでも、まあ、プレーは正直やっぱ見てる人は、うん、なんか何とのすごいところって感じると思うんで、まあ、一目瞭然やね、はい、うん、それはまあ当たり前としてあって、花があるよね、はい、プレーに。もちろん上手いのは当たり前やけど、まあ、僕やっぱまあなんか精神論みたいなのちょっとあれですけど、やっぱ、うん、何との一番いいところはやっぱもうメンタルじゃないですか、ね、気持ちというか、そこがやっぱ一番他の人たちと違う部分だと思う。ドリブルのテクニックとかパスとかあるけども、そんなも、はい、大元としてやっぱもうメンタル強いのが何よりの武器、はい、はこう言われてますけども、やっぱり学生の頃にやっぱいろいろ戦ってきた精神がやっぱ肯定できないのかな。やめてください、肯定すんのやめてください。自分の過去をリスクを怖がらないというところですかね。多分これやったらとかじゃなくて、そういうことじゃねえと。なんかそれでも生き様もそうやもんね。あのやっぱ NBA ずっと挑戦し続けたりとか、リスクは本当に怖がらないよね。そうですね。それはなんでそういう考え方になったんですか。なんですかね、まあ、やっぱアメリカ行った時に、うん、やっぱなんかこう貧しい人とか、うん、いろいろ見てきて、うん、バスケしてるだけで幸せだなって思って、うん、なんかそっからですかね。ご飯これなんですか、死なないし、うん、とか、うん、なんか、うん、本当そういう、うん、そんな感じで感覚で見てます、うん、なんか。へー、あ、じゃああんまり今の環境守ろうとかこういう選手になっていこうとかって思うよりも、飯は食えるし死ぬことないねんから思いっきりやってみようという感覚でいろいろやってる、ね、はい、だからプレーの中でもそういうのが生きてる。そうですね。あ、なるほど。じゃあ今度逆に波里君から岸本君のここがすごい、龍一ここがすごい、3つはいこう、3つ欲しい、欲張り龍一か、3つ欲しいか、やむな、やむな、パッて出パッて出せ、ポンポンポンって3つ欲しい。いや、まず勝負強さ、勝負強さ、おお、確かにここ一番強いね、うん、でもシュート力、シュート力確かに素晴らしい。几帳面まさかのバスケ以外、正面まさかのバスケ以外つながってますね、やっぱつながってる。あの几帳面だからこそやっぱこの優しいんですよね、ボールに対しても。狙う場所もしっかり狙うし、やっぱ大雑把じゃない分やっぱりこの一個の集中力っていうのはすごいかもしれないです、ね、なるほど。生活からその几帳面、几帳面なの、几帳面です。それがプレーでもシュートの細かい狙いとか、はい、いろんなところに感覚はあると思います、自分の中で。どれぐらい几帳面普段常に服は畳んでるし別にそれ当たり前だと思うよ。いや当たり前じゃ、じゃない、当たり前のこと当たり前できない人が多いんだよ。いいこと言うわ。まあ僕と比べてっていう感じになるんですけど、うんうん、僕はもう本当大雑把なんで、うん、それから見るとやっぱたまに髪が乱れてるぐらいですかね。あとはなんか乱れてるじゃない。髪がなんかたまにたまに髪の乱れはあんねや。そうそう、あんまそこに気使ってないから、うん、そこぐらいです、本当に。自分でもやっぱ几帳面。いやでも普通のつもりなんですけど、ね、普通にやってるつもりなんですけど、そうなんだろうね。そう言われるとそうなのかなとか最近思っちゃうから、あんまり気にしないこうと思って。でもシューターはやっぱ意外に多い、意外にというか多いかもしれないです。やっぱそういう几帳面な人、はい、繊細かもしれないですね。練習とかでもやっぱ几帳面、これのでなんやろ、まあ、自分のノルマ決めたりとか。あ、そのノルマありますね。やっぱかなんかこう決めて練習するっていうのはあるかもしれない、ね、あんなんとかはそのハーフラインまでちゃんと戻ってやるとかさ、レイアップとかでもさ。あ、でもそれを自分でやるって決めたらまあやりますし、自分で決めたことはやり遂げたいタイプなんや。そうですね、はい、その子の真面目さ几帳面さがあるね。なんかまあ周りにあんまじゃなんか邪魔されたくないみたいなのもあるんじゃないですかね。自分で勝手に決めてやるっていう。なるほど。几帳面関係あるんですかね。まあまあでも分かんないですけど、几帳面プラスマイペースなのかな。じゃあ、いやでもマイペースはこっちなんで、まあそんな感じするな。絶対僕はスーパーマイペースでしょうね。もはや長所ですから、ね、マイペースは。だって下手したらやけど、今日の取材のオファーも言ったけど覚えてへんだけちゃうかなと思うから。ありえます、ありえます、ありえます。ちょっとあの思い出してみますね、うん、もしかしたら俺がっていう可能性もあるんで。あるやろ、最近起こったエピソード何でもいいです。もう最近ちょっと審判以外審判以外
あのコートの中でってことですか。いや、何でもいいですよ、うんうん、普段でもいいよ。最近なんかあれ起こったなってちょっとイラッとしてでもいいよ。あんまない。ないですね。そうなんや。最近自分の娘がちょっとなんかこう気に入らないことがあったら何かを叩くっていうのがあるから、はいはいはい、その時に怒ってるぐらい。教育やもんな、はい、しつけやもんな。しつけですよ、それぐらい。例えばその温泉棒置いてかれてさ、いやね、あいつらもうおれへんやんけとかないの。あ、ないです、ないです、ないです、絶対ないです。行ったらぐらいするんちゃう。あ、やっぱその辺は沖縄やな。行ったらぐらいな感じです。しかもそれちゃんと分かってんねや、そんなんで怒ることないねや。怒らないです。僕多分怒んない。もしや寝たらもう忘れてます。あ、そうか。昨日のこと人生でいっちゃん怒った。女の子でもいいし、親でもいいし、友達でもいいし。女の子ね。急にピンときた。ちょっと考えてみます。出して出して。どうなったことないの？お前ほらみたいな。ないんじゃないですか、もしかしたら。動いてないけど。これも 2パターンあるな。ほんまに怒ったことがないパターンと、さっき言ってたみたいに寝たら忘れちゃってるパターンがある。あー、覚えてないです、本当に。ここ最近ないからかな。バスケットでやっぱ熱くなるから、もうオフコートはもう本当に平和でいいって感じの。エネルギーが残ってないかもしれないですね。家帰ったらチーンってなってますよ、ね。おじいちゃんみたいな。あ、もう本当にこういう感じになってます。急におじいちゃんに見えてきた。意外と温厚だね、二人とも。県民性なのかもしれない。県民性は絶対あるわ、これ。関西人やったら並里くんなんか絶対無理。並里くんが大阪で育てたらもう絶対やんちゃうと思う。わからない。確かにそれはありますね。僕でも、うん、やっぱも、ま、彼女とかに対して、うんうんうん、もうスイッチ入ったら多分めちゃくちゃいるかもしれないです。あ、そう。まあ、愛ゆえにでしょ。いつも言わないんですけど、うんうん、なんかスイッチ入った瞬間もう多分今までなんか思ってたことってバーって言うかもしれない。じゃあ波佐藤くんも結構溜め込むタイプなんや。溜め、女の子に対しては、いろいろ我慢して女の子に。じゃあ優しい、そういう意味では女の子には気使ってあげてるってことね。よっぽどじゃないと怒らへんけど、はい、限界来たら言う。限界来たら喧嘩してちょっとスイッチ入ったら、あのこういうことで喧嘩してるのに、うん、あのいろんなことを振り返ってお前こうだったからこうで案外女の子やな。意外やな、それは。もう出てくるっすね。あれもこれも言ったかな、うん、このタイミングでってなんねや。あ、女子だね、うん。女子。いやでも女子ですよ、結構。あ、そう。あ、食べるものとかもめっちゃ気使うし。どういう気遣いしてるんですか、食べ物は。僕、胃腸が弱いんですよ。かわいいな、急に。どんどんイメージ変わっていくよ、今。本当です、本当です。見た感じと全然違う。胃腸が弱いんですよ。うんうん、どういうものを食べてるの、普段。もう、最近本当に、うん、あの、添加物じゃないと、もう、お腹下して。あ、添加物を取らない。取らない、そう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 。添加物入れたら負けちゃう。でもこの添加物とかなんか自然食品とかを食べる、うん、まだあるじゃないですか、うんうん、そういうのってまだある。まあまあ確かにたまにいるよ。食べる順番とかがもううざったいんですよ、本当に。でもスープからって言ってやっぱスープを飲んで、あの胃腸をやっぱしっかりこの、うん、何ですか、刺激して起こす、まあ、日本語で言ったら準備させて、あ、はい、で、あの、お、よし、こっから今からあのご飯入れるぞって思わせないと、うんうん、やっぱ急になんかハンバーグとかなんか食ったら、うん、もう胃がびっくりして、うん、もうやばいです、大変です。もうそれをやり続けた頃にはもう胃腸炎になってますから、うん、ああそう、はい、もうなんかなかずさなってる。今シーズン2回なってる。今シーズン2回なってる。2回なってるんですよ。もう2回なってるから3回目はもうカットって言ってるんで、僕は3回目なった時点でもうこのチームにはいられないからって言われて、もう本当にそこをシビアにマジでやってます。今それを言えんのもな、あのかあれね、岸本君しかおれへんってことね。俺あの GM の前で1回言ってるんですから、それめちゃくちゃ爆笑されてました。なりとも次なったらもうカットでお願いします。皆様、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てねー。